2週間どうだった？なんか時間にとらわれないでゆったりした感じで、うん、なんだろう、そう、日々の丁寧な暮らしが、うんうん、全部生きるためにすることに直結してて、それが素敵だなって思って、うん、あとその一番心に残ってるのが種をまいて、それで太陽と土の力で野菜ができて、それを食べて、それで残りを皮とかをヤギとか鶏にあげて、その私たちの糞とかでまた美味しい野菜ができてっていう、お金にとらわれない循環、喜びとありがとうでつながってる暮らしが、なんか都会ではほんと夢のような世界で、それを実際に体験できたのが大きく、めっちゃ感動したのが、鶏を、生きてる鶏を初めて持った時で、その普段食べるときにいただきますとか言ってるけど、でもそこのまで想像できてなくて、実際は確かに生きてる鶏を食べてるのは分かってるはずだけど、その温かさを感じて、今まではなんかそのスーパーで売ってるパック詰めされたお肉とか調理されたお肉とかを見てもそこまで想像以上のものがあって、それがすごく感動しました。なんかね、あれ映像撮ってると思うけど、やっぱりうわーっていう顔してたのを覚えてるんだけどさ、なんかやっぱ知ってるだけ、知識として知ってるだけと実際体感してみるって、うん、なんかやっぱ全然違うよね。そう、自分はそれなんか途上国行った時に思って、昨日まあそういう話になったけど、そうそう、やっぱり知って、その貧しさとか飢餓とかは知ってるけど、みんな無関心でしょ、やっぱり。やっぱ体感してこう衝撃が走らないとあれだよね、次のアクションにならないっていうか。だから本当まだ、ね、20代でそういう感動がなんかまだいっぱいビシビシ来る世代だから、これに40ぐらいになるとだんだんね、どうせ鶏はまあ暖かいからとか、だんだんねこう普通になってきて、そのなんか驚きとか喜びとか感動ってなんかだんだんこう色褪せていくから、いやその体験をなんかいろいろこれからしていくと、きっと音楽性にもなんか反映される気がするからね、ぜひこれからいろんな体験をしてもらいたい、うんうん、そうね、じゃあそこが感動した、良かったなっていう2週間だった、うん、じゃあ困ったこととか、うん、と大変だったこととか、大変だったこと、うん、やっぱ薪でご飯作るのは大変だったけど、でもそれ以上の美味しさとか喜びがあるから、うん、大変だけど楽しいなんか、ま、真っ黒だったけど今日すごい綺麗な服着てるけど真っ黒な服で帰らないんだ着替えた方がいいですか？いやいや、どうしてもいいけど、いや、あのね、もうすすだらけの、あの頑張ってるあの手とか美しかったけどね、うん、飛行機乗るのは大変か、うん、そうだね、なんか危機もそうだったけど大変だったことはあんまないのか。あのさ、そのまあ都会で絶対必要だと思ってたものでさ、ここでなかったものもあると思うんだけど、あ、なんだ、あれもこれでこれもいらなかったな、あれもいらなかったなみたいな、なんかここに来て、あ、意外と都会にで必要だって思ってるものっていらないものあるのかもって、みたいな、そういうのってなんか
あったりした？洗剤とか絶対いらないし、うん、洗剤こっちで使ってなくても全然気にならなかった？気にならないです。何で洗ってた？結局水で吸いだだけ。水で吸いだ。ああ、そっかそっか。やっぱそれあれ屋久島検証のとか参加して思ったの？いや、でもなんかもともとアトピーであんまり石鹸は使ってなかったけど、あ、本当にいらないんだなって改めて感じた感じ。そっかそっか、なるほどね。あとなんかある？あと何だろう、あ、そう、いや、なんかいらないものっていう、かあれだけど、全部安心して食べれるのが良かったな。何にも気にせずに。転びそうになったね今。信頼感っていう。そっかそっか。都会だとやっぱ裏を見て、あ、これやめた方がいいなみたいな、原材料とか見て。うーん、あ、やっぱそういうの習慣がついてるんだ。うんうんうん、そっかそっか。で、俺がしょんべんかけて育てた里芋美味しかったでしょ。安心できる。そっか、なんか俺っていう存在が安心してくれてるんだね。ちょっとずれてる。ちょっとずれてる。ちょっとずれてる。そっかそっか。まあ、安心できるって大事だよね。うんうんうん。そっかそっか。そこはやっぱりうちも大事にしてるし、あゆみも大事にしてるし。だそれが、うちらが発信してるから安心だと思うし、だから、うちらが野菜をいっぱい作ってたらうちらのところから買いたいと思うでしょ、うん、だからそうやって顔が見えてたらうちらも悪いものを使えないじゃない、うんうんうん、だから今そのスーパーで危ないものがいっぱいあるって、消費者のこと知り合いじゃないし友達じゃないし顔も見えないから関係ないってなっちゃうんだろうね、うん、きっとね。だから顔の見える範囲でなんかできたらもっとなんかサービスも良くなるような気がするよね。屋久島はちょうどいい規模でみんなの顔が見えるからなんとなくいいんだよね。なんか何人か友達も来たと思うけどさ、うちのなんかみんないい雰囲気だったでしょ、うん、そうそう、だからみんなが顔が見えてるからみんなのことを安心に思えるっていう か、うん、かそれがなんかコミュニティの良さなのかもね、うん、おハウサビフロンティアスエファトフロンティアスウィズグレテオスソビウォーユナキッドドライファースIt's in a blessing, not a close. You can don't lock my fire, don't come alone. Cause I gonna power down. Yes, we are gonna power down, down, down. うん、ぜひまた、はい、ありがとう、ありがとうございます。なんか短かったけど短いって言いながら結構長くあの撮ってるけど、あ、本当ですか？これ全部ずっと顔で写すからなんて、そうそうそういやいや、ありがとうね、ありがとうございました。ありがとう。